皆さんこんにちは、ドクターライオットのランです。本日は公立学校 ICT 教育の裏側について迫っていきたいと思います。皆さんは ICT 教育というとタブレットや、プロジェクターをイメージすると思われますが、皆さんの学校はどれほど配置されているでしょうか。福岡の隣の県である佐賀では1人1台 iPad が導入されていて、学習に使えることができるというふうに聞いております。関東地方でも、1人1台とは言わなくても学年に1台や学校に、数台といったような配置がされているようです。そして自分の自治体である福岡でも実は1月から、タブレットとプロジェクターが使えるようになりました。まだね、設置されていない自治体も多くて、ツイッターとかで質問でどんな感じのスペックですかってことをよく聞かれたり、学生の子でもね気になってる子がいると思うので今日はそれについて話したいと思います。まずプロジェクターのスペックからです。有線だが長いので不便ではない。学校で支給されたタブレットのみ無線で利用可能。さらに起動までの時間が、割と早くて、焦点距離が短くても、天井に設置されているのでかなり大きくはっきり映り、プロジェクターを置くスペースを教室内で取ることがありません。結論から言うと、このプロジェクターについては私はかなり満足しています。自費で立校の十数万円するプロジェクターを買おうと思ってたんですが、その、お金が浮いた感じですね。はい。で、学校で支給されたタブレットに関しては有線ではなく無線でも、使うことができます。黒板に映りにくいと感じた場合はホワイトボードとして使用できるマグネットも使えるので、好き好みに応じて、マットを使えるかどうかっていうのを判断できます。ホワイトマットマグネットを使わなくても黒板に十分明るく映るので、使い分けてみてください。次は、タブレットのスペックです。サーフェイスをかなりチープにしたイメージで、ネットにつながりますがセキュリティが強く YouTube も開くことができません。機材にデータを保存すると怒られるのでやめておきましょう。確かデータ移行とかをする場合はパソコン室の、データとつながっているそうなので、パソコン室に行って移動させるみたいなんですけど、めんどくさすぎて話その辺聞いてません。ごめんなさい。で、最後は、自治体が推奨している教育サイトは開けるようになっております。結論から言うと、私はこのタブレットはほぼ使っておりません。使うタイミングとしては単元の最後にね余った時間ができたりもするので、その時にそのおすすめされている教育サイトから問題集などの、プリントを用意できるので、それを、印刷せずに黒板に、写して、子どもたちに解かせるようにしたりしています。もうこれは個人的にちょっと悲観的なだけで、今まで扱ったことない先生方はかなり助かってるみたいで、パワーポイントを使って授業することもできるので、そういうプレゼン形式の授業にチャレンジしている先生も、うちの勤務地は増えているので、プラスな意見が多いというのは事実としてあります。で、配られて数日、私は毎日のように数時間いじってみたんですけど、悩んだ結果、自前の iPad Pro を使用することにしました。自分が持っている iPhone との互換性もいいですし、データ移行も面倒くさくなく、そして子供も直感的に扱えるのでチョイスしました。念を押して言っとくんですけど、こういう発信をすると勝手にやってるんですかとか大丈夫ですかとか聞いてくる人がいるんですけども、しっかり申請はしているので、心配されなくて結構です。最後に、学校から支給されているタブレットは新たにアプリを取り入れることもできないので、お財布が許すのであれば自分のタブレットを使うことがおすすめです。どんな風にタブレットをクラスで使ってるのっていうことについては、私過去動画の方で上げておりますので、概要欄の方から URL 飛んでみてください。それでは今日の、YouTube 終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画で会いましょう。さよなら。